は早起きしたのがさも得意そうに寝ぼけ眼の僕を朝食に追い立てねえまた巨人が負けたってさて高田の背番号も知らないくせにどうでもいいけどトーストが焦げてるからね僕は君に新聞通になって欲しくない新しいエプロンも可愛いけどねまた慌てて焦げを作るんだろう前に親父が聞いた時も僕の好物のからすみを手土産にとくれたのにわざわざまた煮てダメにしたごめんなさいって言いながら一番笑いこけたのは君全く君のドジだけは日本一おいこりゃお前の母親以上だぞって親父が目を細め囁いただからさ怪我だけは気をつけとくれ私の若い時